船長の手が麻雀にしか見えない。さあ、そしたら船長の家から海図を取ってくるわけなんだけど、よう作ったらこんなでかいの。これはクローショットじゃないな。ん？この感じ無知かな。あれ違う。え？あ、これは単純に下り用か。関係ねえな。これ、こいついつになってもなんかまともに倒せねえな。クローショット。が聞くわけもないもんね。なんか俺ね、爆弾で解決しすぎなんだよな。なんでもかんでもさ、ま、とりあえず爆弾投げれば死ぬだろうっていう。ボマーの考え方になっちゃってる俺。なんか見たことない敵いる。何あいつ。邪魔だよ。もう一回も見せらない。ほらな。俺は？あー、クローショットで経由できるとか？やっぱそうだ。ごめんな。でもお前道具なんだ。なんかあの宝箱おかしい。孤立してる。で、上から降って取りに行く感じでもないか。ん？一番上から、いやね、このゲームパラショールしながら動けないから、なんか取り方がありそうなんだけどな。クローショットはいっぱいあるんだけど、これ連続でできる感じじゃないんだよな。なんだあれ。さ、だいぶ上まで来たぞ。うわ、キングゴブリンの盾が鉄になってる。なるほど。これ爆弾じゃ。待って、あー、もうすぐ突進するんだから。うん、やっぱ宝箱行ける距離じゃないな。え、こいつどうやって倒すんだろう。無知でどうにかできるわけないよね。あれ、行動パターンもなんか違う。パリーぐらいしか思いつかないんで、クローショットは移動用だもんね。やばい、じわじわと追い詰められてきてる。一応爆弾も試してみようか。うわ、避けたか。待って、これさ、もしや落とす系か。あ、違うわ。なんだこいつ、わかんねえ。パリーぐらいしか思いつかないな。行くぞ、せいならぜ。初陣だ。しかもめっちゃダメージ食らう。いや、やっぱパリー型か。あ、腹に入り込めるのは綺麗で、ほら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 、よっしゃ。ふぅ、明るぴー。よーし、よしよしよし。なかなか強いな。パリーしか選択肢がないと見た。1、1、2。あれ、あ、威力上がったからか、剣の。よしよしよし。もう金不足で強化すらできない状況だからな、今。これは、え、これ完全に無知だね。花だ。え、あー、なるほど、道具か。で、今フェニックスがいたな。おい、邪魔するな。で、ハートか RP、 どっちか。なんでこいつが緑なん。てか待って、クローショットのところになんかおるぞ。何回もやると気絶するんだっけ。あ、でも気絶してる時間は限りなく少ないな。結構きつくない。で、速攻でクローショットに変えていく。あ、間に合った間に合った。これ正しい方法だったのかな。おっしゃー、着いたー。
おお。あ。雑草。雑魚サソリでもおる。おるね。これあれか。あ、やっぱそうだ。壺で綺麗にしてくるんだ。綺麗にしていくんだ。で、どっかに、海図が眠ってるはずだ。なんだこれ取れねえんだ、砂が。これか。よりによって一番最後に出てきやがったこと、これ。過去の海図を手に入れた。マスター、あちらをご覧ください。この船の中に聖なる炎があると。あの船はネイルの炎を守る船。さ、機械亜人たちは船員である可能性 90%。 もう 100% だろ。これ見たら 100% だろ。船長は多くの船員に囲まれ幸せな日々を送っていたものと推測されます。なるほど。あ、なんか登るあれがあるってことは、これ何か、あ、なんかセミがいる。これ初めてだ。よっしゃ。砂帽子。10年以上も地中に幼虫でいるらしい。最も捕まえるのが難しいって書いてあったぞ。一番レアか。あ、なんか宝箱いけそうだよ、こっから。行くぞ。あ、なるほどね。そういうことか。いや、これはルピーじゃ収まらないな。ルピーじゃねえ。あ、ルピーか。多分、ハートのかけらとか、そこら辺だと思うわ。難易度が明らかに違うもん。ルピーかい。ほら、持ってきたぞ。よし、改造取ってきただな。これでちゃんと後悔できるけど。さあ、おいらの船を探しに行くけど。出航するけど、出航だ。出航だ。大事なことだからね。ちゃんと2回言いますよと。さあ、持ってきた改造を開いてみるんだ。この X 印の場所に造船所があるんだ。はい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 。でもなんかこっち先に行った方が良さそうだな。なんか宝箱とかあるでしょ。口回んねえな。造船所は船を作るための場所けど、オイラの船もここで作られたんだ。造船所に行けばオイラの船の手がかりが何かあるかもしれないけど。あ、造船所ってそういうことか。先に普通に造船所でいいな。多分マップ拡張されるやつやこれ。あ、これ撃つやつか。そうだ。え、何の意味があんのこれ。さあ、ここか。うーわー、ちゃんとしたダンジョンやんけ。造船所。いや、もうこれボスもいるぞ、この長さは。到着だ。ここは造船の島、造船所と、そこで働く人々が住む町があったんだ。いや、広すぎだってこれ。過去一広いよ。あの建物が造船所だ。でも入り口が閉じていて入れないみたいけど。この島の施設はトロッコの路線でつながっているんだ。トロッコに乗っていけば裏口から造船所に入れるかもしれないけど。あ、リゾートもいるじゃん。あそこにトロッコの駅があるけど。まずは駅に行ってみるんだ。おいらここで待ってるけど。あのリザードマン結構強えんだよな。装備は特に変わってないな。ちょっとファイ助言欲しいわ。こうはなんだこれ。うわ、教えてくんねえのかよ。しかもブレスまで吐けるだよ。守られてないとこを切るんだよな。それじゃ、あ、弱、なんだこいつ。あれ、え、なんかしかも一匹知らないうちに死んでるんだけど。またゴロン族いるわ。ここは昔使われていたトロッコの駅頃。トロッコは今でも動く頃。これに乗ったら島のあちこちに行ける頃。トロッコの乗り方はそこの壁に書いてある頃。危ないからよく読んで乗る頃。え、そんな乗り方なんてあるの。近づいて A で乗り込め。カーブは車体を傾けろ。あー、スピードが出たら B で減速。
危ないところはジャンプして飛び越えろ。まあいいや、とりあえずちょっと HP 回復すっか。なんだこいつは、回復したいのに。何年も前からずっとここに一人でいる頃、毎日トロッコに乗ってる頃が全然飽きない頃。何このつまんない話するタクシーの運転手みたいなやつ。傾けるね。オッケーオッケーオッケー。あ、これ面白いな。うわー、ジェットコースター思い出して嫌な気分になる。これは高所恐怖症なんじゃ。ジャンプってどうやるんだろうな。傾ける。ちょっと思ったよりむずい。できてるっぽいな。からじゃない今の。これこう減速しながら行くってことだ。減速。おお、なんだ長いな。減速。アップだアップ。なんかあれなんだよな。うまくいかねえ。あぶねえ。USJ 行って、 USJ じゃねえわ、なんだっけ、あの USJ じゃない方、なんだっけ、あの神奈川とかにあるやつ、あれの、あれのなんかジェットコースター乗って最悪の気分になったの思い出した。なんでこいつら一匹も取れないの。よし、これさ、常にさ減速しとけばいいじゃんね。ほらこれでもう必勝じゃん。なんかやばい、危ねえ。減速。もうスピードなんて出す必要ないんだよ。え、何がダメなん。あ、スピードが落ちすぎたってことか。まあそうだよな、ずっと減速でクリアできるゲームなんてぬるいよな。どうだ、あ、やっぱそうだ、スピード出せばジャンプできるんだ。どっち、頑張れ。え、これ合ってる、なんか2個見ちゃったけど。おい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 、無理だろこんな。合ってる、なんか逆走してない。ちょっと、やばい、早すぎ早すぎ早すぎ。あ、これやっぱ逆走してるな、なんか長すぎるもん。してないわ。頑張れ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 。あー、ついた。なんか普通に過去一おもろいギミックだったな。またやりてえ、トロッコ。マスター、造船所内部に到達しました。なんだこれ。長い時を経て施設は砂に埋もれてしまっています。この砂の中から船の手がかりを探索することを提案します。なんか全然長くなかったね。てかダンジョンですらなかったわ。とりあえずサソリを処す。てかここだけ明らかにもっこりしてんじゃん。絶対そこやん。ルピーを取りつつ、え、待って、こいつサソリじゃない。あれ、こいつ前戦った時のボスじゃん。ほら、びっくりー。お前雑魚的になり下がったか。誉れがなくなっちまったようだな。余裕よ、一度倒した敵だぞ。どうした、俺はここから一歩も動かん。問題ない。ほら、もうパディがうまい。これ前と全く同じ性能か。はい、うん、聖なるだってさ、耐久が低いっつってるさ、ちょっと不安だったけど全く問題ないな。ほら、またこれだよ、弱者特有の逃げな。で、目をつくだけ。俺はただ淡々と目をつくだけ。
おいおいおい、どうやらかなり上手くなっちゃったようだな。なんかちっちゃくない？これ子供か。弱っ。子供だね。前のやつが1000年だったから多分こいつ500年ぐらいだわ。え？ハートだけ？マスター、長い時を経てこの施設は魔物の巣になっていた模様です。この巣の中に船の手がかりがある確率は限りなく低いと推測されます。え、嘘。それでも俺はあれだよ、掘り続けるよ。船の手がかりはって言ってたもんな。じゃあルピーはあるんじゃねえの。なんだ？マスター報告、これ以上この場所を折り返しても船が現れる可能性はゼロ。船長に報告の上、この島を立ち去ることを提案します。まあ、船の手がかりはないんだろうな。うん。ハートのかけらとかは全然あるってこと。おーい！マジでな、マジで何にも出てこないぞ。え、本当に何にもないの？返してよ、時間、任天堂！そうか、ここには船はなかっただか。そうなると、あとは、怖いけど、オイルから船を奪った海賊たちの本拠地に向かうんだ。お前も海賊なんだけどな、見た目は。出港だ！怖いけど。海賊の親分はとっても強い機械アジンなんだ。子分もたくさんいるけど。できれば二度と会いたくないけど、でも、船を取り戻すためには行くしかないんだ。このバチ印の場所に海賊の本拠地があるんだ。でも言うてもあれじゃないの？普通に、みんなお前と同じであれだよ。腐り果ててるよ。うわぁ！そうだよね！今なんか変な声したよね！おれ！おぉ、びっくりした。なんか声すると思った。なんかあれだね。海賊の拠点ちっちゃくない？思ってたのと違う。海賊の本拠地。あれ？船ってのはこれのことじゃないのか？これ船じゃねえな。すげえ。サメになっとるわ。やっぱり怖いけど。でもよく考えたらみんな死んでるはずだ。そうだよ。やっとたどり着いたか。俺らはこのボートの時空席のおかげでこうしていられるけど、こいつさ、これ自分で自覚してるのなんかすごい悲しい。一安心だ。さよしたま、おいらの船を探してくるんだ。おいらはここで待ってるけど、任せな。うわぁ、ここが本命だ。マスター、ご覧ください。この装置、時空席は設置されていませんが、ラネール号さんにあったものと同種の装置である可能性 95%。この施設でも何らかの動力源として時空席が用いられていたと推測されます。なるほど、時空席をここまで運んでくればいいってことか。あ、これか。マスター、ご覧ください。この物体は時空玉と呼ばれるものです。通常の時空席と形状が異なりますが、複数の装置間で持ち運ぶために加工されたものと推測します。なるほど。で、これを、あー、こうなるんだ。面白い。あー、なるほどね。この針金も時空石の時空玉で消していくと。はいはいはい、そういうダンジョンか。急に海賊が湧くよな。そうだよな。お前、俺が蘇らせてやったんだから俺に従え。今日からこの海賊団のボスは俺だぞ。いや、これほんと厄介だな、雷。え、待って、これ戻っちゃったってことは復活するの？ふざけてはないと。トーントーントーン、慣れたもんだ。あ、宝箱あんじゃん。あ、逆にあったらダメなとこもあんだ。おお、もうシルバールピー当たり前になってきたね。すごいな。多分投げるパターンだよな。そうだな、ここに。え、届かない、これ。ほっ、筋力がない、変われ俺と。違うわ、これ
通にさ、3カ所が突起するとこにこうやってやべやべやべ、なるほど、そういうことか。ああこれでいいんだ。一旦ここ行ってスタミナ回復して、届くだろこれ。あ、余裕だわ。で普通に行きますよと。これジャンプで届く？あ、届くわ。え、待った、これじゃ弾持ってけないじゃん。ねえ、クローショットじゃないか。無知で持ってけたりしないか。あ、違うよ。おい、忘れてたよ、俺たちの相棒虫キング、こいつで持ってくんだ。むずい。え、虫キングでもダメなの？じゃあどうすんのこれ。ええなんだよこれ、こんな重いもの持ちながらでもジャンプでいけんのかよ。フックビートルはいけないのに、ここは一筋縄じゃないな。はい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 、そういうことか。おい、くっそ、いやー、普通にあれなんだよな、向き変えるのめっちゃ早いからこれ強いわ。でこれでスイッチオンすると、待って、これ邪魔してくんのかこいつ。あ、してこねえわ。よし、あ、逆にここが閉まるの。弾ここに置いといちゃダメなのか。よし、これでいけますよと。いや、単純に見えてちょっと難しかったな。あー、でもまだこれあれだぞ、序の口だぞ。うわ、あー、なるほどね、理解したわ。これは一匹ずつやらないといけないから、とりあえず一匹は殺して、よしよし、むずいな。よしよしよし、で次だ。いやー、出ない、月が、やばい、月が出ない。いやー、これはコントローラーが悪いわ。え秘宝を最初から、よくもやりやがったな、こいつほんと強えわ。速攻で倒さねえと、まず隙がないもんな。宝バーコ、あ、なに、あー、そういうことか。あー、つかやばいの2体いんじゃん。場所的にマップだろ。おい、違う、蛇の結晶、これ全然持ってないから嬉しいな。え、どういうこと、これ持つと電気でいけない、ただこっちはいけるようになる、ただここは閉まってる。あ、こうか、ここに置くことによってこっちの鉄格子がなくなるんだ。あっぶねえ、なるほどな。で問題はあの2体だ、こいつらも1匹ずつじゃないとマジ骨折れるから、こうだね。フィールド外から攻めよう。出た、壊す、回って、突き、あれ、おい、それフィールド外出てるだろ、なんでお前当たり前のようにあれしとるんじゃ。オッケーオッケーオッケー、はい、余裕。こいつもミドルユピーか。あ、なんかついたぞ、これ最初のとこに戻ってきたのか。ほい、あー、なるほどなるほど。ボスくせえな。
マスターに報告、時空玉の力によりこの施設に何らかの変化が起きたようです。外の様子を見に行くことを提案します。でもなんか知らないとこ開いたぞ。ん？あ、クローショットで行けるようになってる。で、なんかある。あ、ここがあれか、牙の、なんだ、自分が待って。自分がどこにいるか全然わからん。あ、マスターに報告、ご覧ください。ここにあるホヤマストがネイルの炎を守護する船に由来する可能性 60%。 これよりネイルの炎を守護する船に対してダウンジングを開始します。あ、なるほど、埋まってるってことか。はいはい、そこってことは分かったけど、分かったけど何にもできねえぞ。船は姿を消している可能性が高いけど、でも衝撃を与えることができれば姿を現すかもしれないけど。なるほど、大砲で撃てってことか。おお、見たけど、あれがオイラの船だ。さあ追いかけてもっと太陽を当てるけど、え、なんかおかしいと思った。なんかね、ダウンジングがね動いたりしてんだよね。だからなんか変だと思ったら、これステルスで動いてたんだ。よかった、太陽をぶっ放して。俺無限に追い続けてたわ。これが本命のダンジョンだ。超広いもん。砂上船、ここまで登っていけるな。なんか骨があったってことはそういうことだろう。うわ、これ時空玉か、ここも。あ、モンシロチョウいるね。あれ、書くやつ来てくんない？よしよしよし、ここに六角形を書くとルピーなんだって。ルピーが死のうどうしい、金不足になっちゃった今。ちょっと待って、あ、そっから始まっちゃう感じ。え、まだ書いてないのに、マジかよ。びっくりした、なんだこれ、気持ち悪い。絶対いるやん、親玉のさ、千年甲虫みたいなやつ。おかしいよこれ、こんなに埋めるわけないじゃん。千年どころか、なんか2000年ぐらい生きてるやつ出てきそう。2000年甲虫よへー、ただの金稼ぎだこいつら。ん？マスターご覧ください。あー、ボスの鍵だ、やっぱここだ。今は閉ざされているようですが、大きな扉があります。何か重要な部屋への扉だと推測します。そりゃそうだろうな。まあ、俺でも分かることをさ偉そうに言うなよ。うわ、出た、このなんか法則性にのっとって叩くやつ。結局あれなんだよな。あー、あるじゃん、簡単じゃん。今回は露骨だね。前回のやつ結局どこにあったか分かんなかったんだよな、ゴリ押しでやったから。うん、宝箱とかなしか。さあ、どういう順番なんだろうね。全部出てきたけど、一番最初のチューンからいくか。左、右、左下、左、右、左下、左、右、左下。違うか、じゃ逆だね。下、左、右、左、あ、下、左、右、左、下、左、右、左。どういうこと？
ちょっと待って、どのパターンを試しても無理なんだけど。あ、違う、なんか赤くなってるのか。赤くなってるところが1個だから1番目ってことか。で、2個だから2番目、3個だから3番目。なるほどね。あれ、でもこれ最初にやったパターンじゃねえか。左、右、左、下。俺にはもう何が何だかわからん。あ、わかった。この赤の方向を向いてるのを上として扱うってこと か、 だからそもそもが違かったっていう。そしたら2個のところはどうなるんだろうなって話なんだよな。え、これやばくね、難易度高すぎないか。いや、あーでもそうだね、上として扱ってもなんか当てはまるな。下、上、下、右。じゃあもうわからん。おいしょ、おい、だからいらねえんだよ理解なんて。忍耐力は理解を超えるんだよ。しゃあ、これマップだな。お、鍵か。ことごとく俺の予想外れるやん。さあ、この先に時空玉かな。まず時空玉がないと何も始まらんのよな。なんだ、あ、海賊王がいる。いや、怖えー。まだ一旦様子見るか。今だ、ファイ、ファイ。注目対象の名称 RS-00 ズドンゲラー。太古の昔、船長からこの船を奪った機械アジンです。今でも船を占領しています。狭い通路での戦闘はあまり剣を振り回さず月を織り交ぜた攻撃が有効と推測。なるほど、それだけで十分だ。道具はいらんのか。お、なんか月じゃなくても、あ、分かった、これ落とすのか。残念、ハリーが大得意なんだ俺は戦士。メイドの土産に覚えときな。え、ああ、そういう感じ。なんでこんなところに戻るんだ。ほい、ほい、何にもできないね。はい、ほい、うわ、くそ、やばい、セーナの盾が壊れちゃう。盾なしでやらないと。くそー、お前これ200ルピーもしたんだぞ、分かってんのか。あ、でもセーナの盾自然治癒能力めっちゃ速い。いやー、これちょっと強えな。オッケー。くそ、月が出ないのが問題だこれ。よし、ほらほらほら、もう片腕ないなら一番最後簡単なんじゃないか。うわ、あ、2連続になるのか。あ、強い。落ち着け、これはね、いたのも、多分かなりパリー頼みだな。だって普通に突きでも弾くじゃん。うわ、盾壊れたら終わりだ。よし、くっそ、なんだこの正々堂々の戦い。え、ちょっと待って、本当に強いこいつ。
仕方がない。卑怯だ、言うまいな。爆弾。なんで俺だけ食らうねん、これ。でも聖なる盾でよかったな。だってこれ言っちゃえばさ、無限に回復するわけだからな。よし、決まれ。よし。ああ、月にこだわる必要全然なかったわ。危ねえ、普通に負けそうだった。これが時空玉か。マスター、先ほどの機械亜人、船長の言ってた海賊である可能性 99%。 お、珍しく高いね。長い年月にわたり生きながらえてきたその執念は脅威に値します。あ、そっか、千年経っても生きてんだ普通に。やば、あいつ、これ、時空玉、弓だ。ついに最後の一個揃ったわ。マスターに報告、入手した新たな道具弓矢について、しなった弓の反発力を用いた攻撃力の高い弓で遠方から狙い撃つことができます。使い方を確認したい時は、はい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 、また放たれた矢によって特定の仕掛けに対し衝撃を与え起動させることができます。あ、あれが弓なんだ。しかしここから狙うことは困難と思われます。甲板へ戻ることを推奨します。いや、この船長中ボスに過ぎなかったんだな。いや、まさかの FPS 視点。あ？ああ、なるほど。溜めて撃つんだ。ああ、やっと来た。ただ時空玉じゃない。モスター吉田に報告、あれが時空石である可能性 90%、 100% だろ。この国に大きな変化を及ぼすと推測、何らかの手段で衝撃を与えることを提案します。あ、時空玉を運ぶんじゃなくて全体を時空石でどうにかできるんだ。範囲広、おお、いや、どこそれ。めっちゃ上なんだけど、そもそも上に行けん。あ、あったわ、はしごが。俺は暗殺者だ。楽しい。ああ、なるほど、あー、そういうことか。オッケーオッケー。くっそ、これ難しいな。プルプルだよ手が。え、で、てかさっき下から狙ったとこさ、俺絶対あれやん、上から狙うやつだったよな、あれな。おい、無理だよ。なぜなら俺は暗殺者だから。おい、待って、弓矢野郎が強い。これ射線切ってテイで落として、あいつは弓でやる。ほら、弓強いな。やっとあのまともなさ攻撃武器が手に入ったね。道具で攻撃できるのって爆弾ぐらいだったからな。これで選択が広がったわ。さあ、ここに剣を刺して、えっ、これでまた開けるんだよな。よしよしよし、吉田もよくやったけど。お、お前こんなところまで。おいらの船がきれいに戻った、嬉しいけど、あとは仲間の全員を助けてほしいけど。船内に牢があるからきっとそこに捕まってるだ。あ、なんかいつの間にかマップが手に入った。オイラは怖いからボートで待っているけど、頼むけど、任せろ。もう弓は手に入れたから、こいつらに近づく必要ないってことだ。強え弓。なんか全然あれなんだけど、時空石発動させたからさ、いろんなところが行けるようになってんだろうけど、全然どこ行けばいいかわからん。ただただ歩いてる。なにこれ、窓開いたけど、窓から飛び降りて、それなんか今あったよな、変なの。
無理だな。合ってるかこれ、メインルートか。あ、すごい、下からも出る。え、しかもワンパンかよ。ただどこもね、行くところがないんだよ。まだ来ない場所ってことかな。これわかんねえな。とりあえずこれだね。さっき映ってたやつだよな。これが何の意味あるのって話だけどな。あ、なるほど、こっから入りますよ。違う、これさっき窓から来た場所だ。え、どういうこと？全然意味がわからんてばよ。なにこれ、宝箱がいつもあるぞ。絶対そこ行きて。でボス部屋も普通に鉄格子はなくなったと。あ、俺に捕まってるって君たちか。お前人間だな、どうやってここまで入ってきたけど。船長と一緒に助けに来てくれたか、嬉しいけど。でもそこのビリビリのせいでこっからは出られないだ。そうだ、この牢の下には船の機関室があるけど。あー、さっきあれだわ、言ったけど何もなかったとこだ。機関室にはこの牢に通じる通路があるだ。でも機関室を通ってここまで来るには機関室の電源を入れる必要があるけど、この2箇所に電源があるんだ。なんか見にくいな。地下1階か。ん、まあそうだな、頼むけど。任された。ん、何にもないぞ、壁だぞ。どういうことだ、まさか爆弾で壊れるってこと。それか弓、壊れない。どういうこと。いや俺ね、完全に理解した。これだろ、これで一回元に戻して。でもさっきの小舟は下に下げたし。え、あー、オッケー、上からか。ちょっと早すぎてやんのが。まずはここ登って、で時空石を、うわーむずい、時空石ぶち飛ばしました。でこの小舟の出番ってわけだ。え、ちょっと、あ、こっちか。あ、なんかいけるようになった。あ、でも起動してない。ちょっと待って、むずくね。あ、これか。でも開いただけか、もう今は関係ないのか。いやいや、過去にも何もない。どういうこと？過去なら脆いから爆弾で壊されたら、そういうこと？それともやはり弓か。おい船長、ヒントが少ねえぜ。これあれか、扉開けたからまた起動させて、さっきのなんか剣差し込めるとこ行くってことか。あ、やっぱそうだ、入れた入れた、よし。あー、それで下が行けるようになるんだ。ふぅー、手こずったー。マスター、船員が言ってた通り機関室が動き始めたことを確認。しかしもう一つの電源を入れなければ牢への通路は完全には開かれません。二つ目の電源の元へ急ぐことを提案します。二つ目に至ってはマジで意味わからんな。どこだ。あー、この前の部屋か。ただ閉まってる。で、この鉄格子は過去に変えても開かれることはないから、とりあえずさっき空いた場所に行けなってことかな。なるほど。もう、あ、なんか意味深に光ってるなと思ったら、そういうことか。
で、今更なんだ。いや、今更すぎる。これ別にゲットしなくてもよかったんじゃねえ。ほら、やっぱ光だ。光を当てにするんだ。ただこれなんだ、どこだ。あ、ここさっき開かねえって言ってた部屋か。ん？どっちだ。え？なんか違う。思ってた方の部屋じゃない。まあ岩に乗せろってことだな。てかなんか全然地下行けないんだけど。あの最初の地下って俺どこ行ったんだっけ。なんか地下に行けなくなっちゃった。え、なにこれ。こいつ出ていかないな。撃つってこと。いや、撃つものは何一つないね。なんで向こうが見えてるんだろう、これ。なんか意味深だな。これ、俺普通に踏むってこと？あー、なるほど、なるほど。で、こっから狙い撃つのが。くっ、むず。よし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 。やっとだ。あー、で、さっき行けなかったとこが生きるんだ。これだ、二つ目。あ、待って、ただ？また動力つけなきゃいけないのか。大変だな。よし、これで二つだ。ただ、ここの地下への行き方がわかんねえんだよな。どうやって行くんだ？ああ、そこか！あ、そこだ、そこだ！やっと思い出した。うわ、マジでなんで忘れてたんだろう。ガッチで100往復したよ。船内ずーっと。甲板からだったか。なんだろうこれ。なんでそっち行けるようになってんのに、こういう意味があるんだ。あ、あれか。宝箱。5個目に続いてんじゃないこれ。ほら、そうだ。これなんだろう、一つぐらい罠がありそうだけど。はい、まずはジャの結晶。シルバールビー。いやー、そういう感じね。じゃあ、一個もあらねえな。お、シルバールビーでも2個目出たよ。うん、うん、うん、うん。まあ、ジャの結晶は本当に多分、まだ3つか4つだから。これはいいわ。ただ、魔物の角の笛みたいなのがマジで気に食わん。ん？あー、こうか。てか、あれだな、ボス部屋の鍵が手に入んね。お前、くれるか？本当に助けに来てくれたのか嬉しいけど。そうか、ネイルの炎を求めてこの船に来ただな。ネイルの炎を復活させるには船の制御を取り戻さないとダメだ。制御室はこの牢の隣にあるんだが、大きな扉で閉ざされていて開くには専用の鍵が必要けど。まずは船長室に行くといいけど、船長室、制御室の鍵は船長室にあるはずだ。助けに来てくれた俺にこの鍵をやるだ。この鍵で船長室に入れるけど。え、ちっちゃい鍵使うとこなんてあったか。船長室には甲板の後ろにある扉から入れる。甲板、オッケーオッケーオッケー。ああ、ここか。なんか中ボスかなんかいるか。なんか BGM の様子おかしくない。いや、このダンジョン、あったあったあった。ここマジでむずいな。え、オッケーオッケーオッケー。多分どっかに弓の仕掛けがあると見たよ。あ、ちげえわ。これ普通に過去にしてくるのか。あー、やっぱそうだ。ここの電気がなくなってますよと。で、あー、ただあいつが邪魔だからまずはぶっ倒さなきゃいけないってことだ。で、光があるからあれか。邪魔すんだ！よしよしよし、2体か。ちょっとまんどいな。待って待って待って。いや、こいつら
あぶねえ。隙が一回で成功者助かった。でこれだ。オッケー楽勝だ。扉開きました。そっちのあれはどうやって開けんだろうな。まあ、いやまずトン。大丈夫。トン。いやー月がうまくいかねえな。よしよしよし。いやこいつマジ強くない。なんだこれ。過去に戻した方がいい感じ。よし。で車線に隠れて近づいてセイ。なんか変なのある。あさっき撃ったところか。よし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 。ここも光でしたから多分過去にするべきだったんだな。でもなんか場所的に無理だなあれ。生かした像を手に入れたよな。すげえむずそうだな。いやこれはやばい。待ってこれ目が見えるようにするわけじゃないか。てかこれ多分イカだねボスね。この感じだとね。あ、行った。たまたま。クラーケンだなボスな。で目玉を夢に狙う感じじゃないの。この石碑見た感じ、石碑パズル見た感じさ。うわなんだ。あーやっぱイカじゃねえかよ。あもう始まってんのかこれ。なんだろう。爆弾でも入れたるかこれ。いやでも爆弾じゃないと思うわ。だって爆弾だったらさ爆弾があるはずだもん。これ入んないよこれきっと。入んねえわ。弾かれる弾かれる。えこれどうすんだろう。ああこれ帰るのか。ああそうだそういう系のボスね。マスターに報告。この触手は巨大な魔物のものと推定。状況は不明ですがこの船が襲われているようです。放置するとこの船が沈む確率 80%。 聖なる力で撃退し外に出て状況を確認することを推奨します。あースカイボードか。あー気持ちいい。気持ち悪。マリオサンシャインみたいだこれ。マップ全体がボスおもろいな。もう沈んでんじゃん。いろんなアイテム使わなきゃ打破できない感じか。途中で泳ぐことになりそうだな。よかった水流のロゴ持ってて超便利だ。モンスター吉島に報告。あの扉の向こうから邪悪な気配を感じます。この船を破壊している触手の本体が存在する可能性 90%。 十分な心構えを持って船外出てください。完璧だもう。体力もマックスだし。巨大系か今回は。え、もう沈んでんじゃん。全然クラーゴンじゃねえ。イカじゃねえよこれ。古代怪獣ダイタゴス。まあ、まず目玉を弓で狙うことは必ずだから確定してるから出てきたら狙ってみよう。足が出てきた。足はスカイウォード。え今あれ間に合わなかった。ほらよしよしよし。そうだな、スカイウォードを貯めなきゃいけないボスなんていいじゃん。激アツで。あれ当たってない。うわーちょっとあれだな、事前に貯めとかなきゃダメだ。間に合わねえ。ほらあれなんか当たってるはずなんだけどな。切れないな。これ普通に切ったら無理だもんね。歩きながら貯めて放つ。
歩きながら貯めて放つ。あーくっそ、骨が折れるなこれ。多分足がイカだから10本あるのかな。10本10本全部多分 HP あるんだ。本当に食らってるこれ、不安になってきたわ。逆になんでさっきはさ1回で切れたんだろう、それがわからん。あ、回転切りするんだ。もう言うてよ、めちゃめちゃ不毛な時間を過ごしたわ。くっさ、スカイボード来い。おつけ外な。よしよしよし、縦回転でも別に切れていいじゃんね。どんだけ側面からの攻撃に弱いんだこいつ。あ、これ来るか、来た、絶対弓だ。開けろよ、ごまかせないね俺の観察眼。なんだこれ、あ、なるほど、これは切れてんだ。お前の髪ちゃんと俺がセットしてやるからな、安心して差し出してくれ。髪を全部切ったら倒すとかいう、そういうこと。いやー、なんか横になっちゃうな。ちゃんと一回手を戻してから、手を戻してから開く。よし、あ、2個一気に切れたんじゃない今。戻してから開く、 OK。 ちゃんとさ基礎からやっていこうぜ。これ結構ね遠くからでいいわ、近すぎると逆に狙いにくい。いや、むずっ。いや、近くなきゃダメだ。ちょっと待ってくれ、弓がなくなっちゃう。え、いやー、最初からとか言わないよね。ね、待って、一旦避けて、よし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 、これ一発でいいんだっけ、一発でいいんだ。はい、切る切る。どうだどうだ、全部カットしてあげた。あ、全部なくなったぞ。前髪はしっかりとおんまゆにしていくと、魔物のおしゃれの配慮もする。女神使いの鏡。あー、2個切れた、2個切れた。前回のボス見た感じ絶対こんな単純で終わるわけないんだよな。あ、うまい。あ、ここが切れてなかった。あ、ここか、こっちの太いところが弱点なんだ。これ前髪カットしなくてよかったんだ。腕めちゃめちゃ疲れる。さあ、そろそろ第二形態じゃないか。まだやるかい。まあ、まだやるね。くそ、2個一気に切れなかったか。あ、これ2個チャンス。オッケー。2頭追うものは1頭燃えすって言うけど、俺は違うよ。俺は2頭追っても2頭を仕留める。あー、よし、一発で当てよう。初めからロックオンつけておいて、早かったか、無理だ、動いてるときは不可能に近いわ。よしよしよし、次はこっちの手いってみる。なんだ、なんか弓矢を振ってきた。こいつの触覚切ってたらどういうことね。これ切るとこ合ってるよね。全然ダメージ与えられてる気がしないんだけど。あ、こん時も切れんじゃん別に、目狙わなくても。ただ一発でこうあれなのか、逃げちゃうからってことは。あ、なんか目玉来てない。おい、目ん玉来てるじゃねえか。これ足狙うんじゃなくて目だったのか。ちくしょう。あ、なんかすっごい、すっごい足出る頻度が高くなった。
これ多分第二形態に移行したってことじゃない？ほら。すごいよ、もう。なんか、モグラ叩きみたいになってる。おい、3個切れたぜ、一気に。さあ、来い。え、なんだ？あ、そっちか。あれ？元々そっちだったっけ？よーし！で、目ん玉が来るから、切りまくる！いや、まだ終わんねえ。もう普通にワクチンの副作用で頭痛するからきついわ。な、早い腕引き戻すのが切れない。あれ？しかもなんかめっちゃ揺れる。これもう弱ってる証拠だろ、でも。おい、こん時に目玉狙うのむずくねえか。さあ、終われ終われ終われ。もう終われだろ。よし、やべえ、第二形態いくせえ、こっから。え、何？上に登るってこと？ぶっ壊されちゃう。これ何？ああ、こっちか、なるほど。やっぱ、でけえだけあって、体力高えわ、こいつ。さあ、何が変わる？普通に目狙えばいいのか。どこ向いてんの？はい、まず一発。で、ダウンしてきたけど、なんか、頭が邪魔だなと思ったけど、これ、普通に、切らずに目行けばいいんだね。あ？うわ、なんだこれ！こいつ！クラーゴンっていうか、メデューサか！おい、ちょっと待ってくれ。これは、あ、もう、タメ切りとかで、こう、切りまくればいいんだ。回復ールまだあったっけ？おい、何本あんだよ、これ。オッケー、やっと終わった。よしよしよし。どっかで回復飲まねえと。多分俺、やばいな。あ、終わったか、こんなこと。こんなでかいやつが死ぬことなんてあるのかな？あ、死んだわ。はぁ、あ、やっとだ。どこにでもネイルの炎があるんだろう。あ、これなの？ああ、そういう感じ？あ、一つ増えた。12個になったわ。で、セイト。なんかずいぶんあれだね、あの、セキュリティがなってないな、ネイルの炎は。こんな甲板のさ、一番端ダメでしょ。これまた剣が伸びて攻撃力が上がるだけなのかな。ちょっとね、新技欲しいよね。どうなる？ネイルの斧を受け、剣が成長した。ファイが新たな力に目覚め、ダウンジングできるものが増えた。ああ、そういう感じ。お、なんか剣の色変わってる気がする。銀になった？多分もうちょっと緑っぽかった気がするわ。これ3つ集めたらマスターソードになるってことなんかな。
マスターは新たな歌を手に入れる力を得られました。空の歌島へ戻ることを推奨します。まあ繰り返しだな。船を取り戻してくれてありがとうケロ。ボロボロに壊れちまっただがな、仲間と頑張って修理するケロ。お前も大切な人に会えるといいな。頑張るんだぞ。またいつでも会いに来るんだ。感激するケロ。こいつらの命さ、俺が預かってんだよな。だってさ、船のさ、時空石撃ったらさ、もうこいつら一発で終わるわけじゃん。儚ねえな。